はい、皆さんこんにちは、渡辺秀吉です。今回はギレンの野望ジオン独立戦争記ジオン軍編、難易度ハードリベンジと題してプレイをしていきたいと思います。前回このジオン軍編のハード、ギレン総帥自ら地球に降り立って前線で戦うというコンセプトプレイのもと進めていたんですが、残念ながら連邦との和平交渉エンディングになってしまいましたので、文字通りリベンジという形で今回新しくプレイをしていきたいと思います。まず前回の反省点なんですけども、一つ目はギレン総帥を地球降下作戦の第一陣で送り込むために軍の再編と生産等に最初の数ターンを要してしまって、全体の攻略が遅れてしまったということがあると思います。なので今回はギレン総帥は第一陣にこだわらずですね、最初のオデッサ攻略作戦はミューリ、マクベ、このあたりに任せたいと思います。そして前回の失敗の2つ目、ギレン総帥の軍団の再編を序盤で急ぐために予算の配分をですね、主に軍事に回してました。それによって内政がおろそかになってしまって、しかもそれをね、あまり見直さずにずっとターンを進めてしまったことによって和平交渉に至ってしまったので、今回はですね、予算の管理、内政面、このあたりもしっかりやっていきたいと思います。では早速ですが、オデッサ作戦、オデッサ攻略作戦ですね、始めていきたいと思います。今回オデッサに投入する部隊はですね、今お話した通り前回はギレン総帥自ら進んだんですけども、ちょっとこれはね、今回同じ失敗をする可能性が高いというところもあるので、ギレン総帥は、第一陣では出撃は控えてもらいます。各軍団への作戦指示をお願いします。ではその第一陣ですね、降下する部隊、早速オデッサへと突入してもらいましょう。まずは有利の部隊ですね、簡単に編成ご紹介しましょう。ザク2を中心に、有利自らで、ザクに乗って降下してもらいます。突入です。でさらにマクベですね、マクベのところもですね、マクベ自らザク2に乗って突入してもらいましょう。序盤はね、地球上に拠点を持たないこのジオン軍というのもあってですね、とにかく補給が難しいので、補給をね、いかにうまくかいくぐっていくかっていうところをコムサイでカバーしていきたいと思います。ではギニアスの部隊も突入です。ではこれで時間を進めていきましょう。ではオデッサ攻略戦始めていきます。先ほどお話した通り、こちらは補給がね、なかなか思うように進まないと思いますので、コムサイは撃破されないようにつかず離れずの距離取りながら、かつですね、護衛もしっかり用意してコムサイを死守するというのを一つのテーマにしながらプレイをしていきましょう。で前回このオデッサ攻略戦をプレイした時はレベル将軍がビクドレイに乗ってかなり硬かったんですけど、今回もいるかもしれませんね。ここにビッグドレイはいるのは確認済みなので、ちょっと要注意かなというふうに思います。では出撃していきます。 HLV はこの後も使い回しする予定なので、出撃が完了したら一応に退避をさせていきましょう。では部隊展開していきます。では敵の航空隊に取り憑かれましたね。いきなり撃破されるか。敵の爆撃機がやっぱり硬い、強い、あると思うので、まあ序盤で、まあ、損害がある程度出るのは致し方なしとしてもですね、早めにこの敵の航空隊は数を減らしておきたいですよね。かといって、あまり突出しすぎると、
ビッグトレイの餌食になってしまうというのもあるので、本当にちょっとね、難しいですよね。あともう一点注意しなきゃいけないのが、索敵能力を持った部隊が、皆無。まあ、厳密に言うとこのコムサイは索敵が効くんですけど、コムサイで索敵すると、カウンターで、かなりの高確率でコムサイが落とされるという、全く望んでない結果になりそうなので、コムサイによる索敵は、まあ、減速はできないのかなと思います。では、敵の迎撃部隊を、まず撃滅するところから始めていきましょう。逆に味方がね、撃滅される恐れがありますけど、まあ、ここは、ある程度の存在は致し方なし、割り切っていきましょう。さあ、消耗戦の様相を呈してきましたが、少しずつ進軍をしています。まだビッグドレーンには手を出してませんね。もうちょっとビッグドレーンにダメージを与えておかないと、この先ね、苦しくなってくるので、今一撃を与えましたけど、まあ、なかなか簡単にビッグドレーンはやっぱり沈まないですよね。では、次のターンに繰り越します。さあ、コムサイに敵が取り付いてきましたね。予想はしていたんですけども、突破されてしまった。そういう思いもあるので、ここは確実にまずはこれを排除しましょう。ここで、貴重なコムサイをやっぱり失うわけにはね、いかないですからね。で、満を持して、ここで、敵のビッグトレイに攻撃も仕掛けていきましょう。このビッグトレイ、誰も乗ってなさそうではありますね。そして、マップの上の方から回り込んでいた部隊もようやく中心部に近づいてきました。このまま突破をしていきましょう。あと、この際、敵のミデアは無視して、先を急ぎます。ようやくビッグトレー沈めました。誰も乗ってなさそうなビッグトレーではありましたね。では基地中心部こじ開けましたので、まずはここを占領しちゃいましょう。それなりの苦労はありましたけどね、しっかり戦果を上げることがまあできたかなというふうに思います。
さん残ってる敵の戦力ミレアだけなんですけども、残ってるこのターンの攻撃回数が1回ということを考えると、ちょっとミレアは落としきれずに、オデッサの制圧完了するのは次のターンへと持ち越しとなりそうですね。できればこのターンでね、決めてしまいたかったんですが、ちょっと残念ですね。2機残しですね。ミデアを2機取り逃してます。では、オデッサの攻略戦ですね。仕上げの残ったミデア輸送機2機、これの撃破を行っていきたいと思います。3ターン使ってしまったのでね、攻略がまたちょっと遅れてしまうという懸念点があるので、ここでね、損害を残りのミデア輸送機撃破に出さずにですね、次の作戦に備えていければいいかなというふうに思います。残念ながらコムサイ3機出撃させたうち1機ですね、撃墜されてしまったので、残り2隻をね、どうしても守りたいですよね。さあ、こちらのミデアも撃沈。これでこのオデッサの攻略完了です。うん、第一次降下作戦は完了したようだな。全軍に戦闘中止命令を通達せよ。ではこの後は北米、こちらにね、攻略を了解しました、していきたいと思います。地球降下部隊の第一陣がオデッサの制圧を完了した。引き続き第二次降下作戦を開始させろ。はい、予定通りに。北米の穀倉地帯が確保できれば、慣れぬ地上での戦いもいくらか楽になりましょう。うん、任せたぞ。ガルマ、聞いての通りだ。直ちに作戦を開始しろ。地球方面軍司令としての責務を果たせ。はい、お任せください、姉上。こう焦るな。作戦の遂行を第一に考えることだ。私とてザビ家の男、心配は無用です。朗報をお待ちください。ギレン、地球方面軍司令の地位。ガルマには荷が重すぎるのではないか。司令といっても名目に過ぎません。心配には及びませんよ、父上。はい、では第二次降下作戦が発動できるようになりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その第二次降下作戦、北米攻略作戦をプレイしていきたいと思います。